大谷翔平直近7試合の OPS 完全な異常値を叩き出す。現地9月26日、地区優勝マジックを2としたロサンゼルス・ドジャースはサンディエゴ・パドレスと対戦し、7対2で快勝。3年連続22度目のナ・リーグ西地区優勝を成し遂げた。1番指名打者でスタメン出場した大谷翔平は逆転的自打を含む5打数3安打1打点の大活躍で、メジャー移籍後初のシャンパンファイトを浴びた。2打席連続で凡打に打ち取られた大谷は2点ビハインドの6回に右安打で9試合連続安打。8回、大谷は松井裕樹と対戦。2球目138キロのスライダーを逆方向に打ったが、打球は詰まり気味に。しかし、これがレフト前に落ちるラッキーなヒットとなり、大谷は一気に二塁まで進塁し、23年ぶりのシーズン400塁打を飾った。パドレスとのカード3連戦で大谷は11打数6安打3打点、3得点1盗塁をマーク。ホームランこそなかったが、打率は5割4分5厘。前日の殊勲打を含め、ここ一番での勝負強さが光った。さらに驚くべきは、その打撃スタッツ。メジャー史上初の50本塁打50盗塁の偉業を達成した現地19日のマイアミ・マーリンズ戦から、なんと7試合で29打数20安打で打率は6割9分。出塁率7割2分7厘、徒長打率13割7分9厘を足し合わせた OPS は21割6厘の異次元すぎる数字を叩き出している。ここまで大谷の今季成績は打率3割5厘、リーグ3位、53本塁打、同1位、126打点、同1位、56盗塁、同2位、OPS 1.030、同1位。ホームランと打点のリーグ2冠をほぼ手中に収めているだけに、一体どこまで数字を伸ばすのだろうか。クレイジーなホームラン連発は減ったが、その分首位打者に肉薄するぐらいヒットを連発。アラエスには敬意を払っているので、残り3試合欠場し、そのまま首位打者というのだけはやめてほしい。大谷の驚異的な活躍があってあんなギリギリだったってことはドジャースは大谷を取っていなければパドレスに負けていたのかな。さあ、あとはメジャーの頂点のみ、打率はまだわからないが、打点と本塁打の2冠は確実。たらればで、この数字がエンゼルスに乗っかったら何勝積み上げるんだろう？9月のヒリヒリしたデッドヒートを最後にまくれたのは間違いなくこの驚異的なバッティングのおかげ。もうどんな記録更新、達成しても驚かないほど麻痺してる。奇跡の三冠王もないとは言い切れない。みんなで期待しよう。ご視聴ありがとうございました。高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。